結論で、資本主義、資本が資本を生む、形態は、幻想でしかなかった。実際には、年金として納めたお金はもうない、くらいの事態はあるいはある。投資も回収は無理が。銀行がなぜ金利を下げているか、投資が思うように割益にならないから。しかし、100円の商品を110円で確実に売る方法さえあれば、資本が資本を生むのだけど。市場経済は競合による利益性の低下を招き、それは、やがては原価割れを起こし、しかし、談合は犯罪、なのだ。原則、一番安いところに依頼するとき、資本主義は原理として、破綻する。ただ、世界は改めて、何か、との戦争を始めたのかもしれない。大と妃、期待される神の意向それでは？戦争を肯定する存在は、仮想に追いやられる、のだ。今までなら、ある意味で必要だった汚れ役は、不要。